ね、用意しとかないと。もうちょっとで来るかな。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。いらっしゃいませ。お邪魔します。どうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私もよろしくお願いします。あれ？3人が一緒に一緒に、はい、ここまで一緒に来たよね。今そこで初めて喋りました。ゆいはん2回目の登場。プライベートでも仲が良い大谷静香様と、女子プロレス団体スターダム所属中野タム様、夏っぽい様とパジャマパーティー。強烈な蹴り、なんか白いベルトを巻く選手って結構はちゃめちゃやる選手が多いイメージなんで、今日はあの4人で、まあ初めましてなんですけど、パジャマパーティーということで、めっちゃ可愛いパジャマ、リラックスしてもらいたいなと思ってるので、もし眠くなっちゃったら言ってください。わかりました。わかりました。はい、眠くなっちゃったらもう素晴らしいいいベッドを私が用意してるので、眠くなったら言ってください。わかりました。はい。はい、お二人はもともと仲良しなんですか？普段から。もうバチバチに殴り合ってました。金網の中でね、宙吊りにしたりね、意外がついてるとこにグーってこすりつけてくるんですよ。まぶたひっくり返ったの全宇宙にさらされて私も本当に。ベルトをね、今日持ってきてくださってるということで。すごい。あ、じゃあチャンピオンなんですね、お二人とも。そうなんです。うん、すごい。ベルトさ、すごい可愛いですよ、ね。可愛らしいベルト。星型なんです。重そう、でもなんか。結構重いんですよ。何キロぐらいですか？どれぐらい？触らせてもらうことってできるんですか？あ、いいですよ。触らせてもらったら？いいんですか？うん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。はぁ、多分。何くらい？ね、お米小ぐらい。ショー？お米ショー？ 2.5 かな、 2.5。 あ、すごい。うちのチワワくらい。それもでもそれもどれくらいかわかんないですよね。え、何キロかご存知ですか？知りません。ゆいはんパジャマパーティーは手土産持参。3人が持ってきてくれたものはエシレのフィナンシェ。わあ、食べたことない。フィナンシェを食べたことないです。私も。あ、本当ですか？フィナンシェってめちゃくちゃ美味しい。めっちゃいい色。私は鈴かけの、あのミニどら焼きとモナカを持ってきました。どら焼き大好きです。大好きです。はい、よかった。うわあ、可愛い。鈴の形になってて、いいサイズ感、可愛いんです。パーティーサイズよね。これはリンツの、大好きリンツ、あ、大好きチョコですよね。じゃなくて、はい、今回はマカロンの方。マカロンなんてあるんですか？じゃーん、はい、美味しそう、美味しそう、めちゃくちゃ美味しいんですよ、ここ。鮮やかですね。緑がすごい、すごい、すごい、6種類くらいあるんですけど。うわー、ね、マカロン美味しそう。食べましょう。ありがとうございます。食べましょう。じゃあ乾杯しますか。乾杯しましょう。はい、じゃあこの出会いに出会いにこの出会いに乾杯。乾杯。体育会系、体育会系、低く低く。いただきます。うん、半分こしない、半分こしようか。ちょっと大きいですよね、サイズが。なんか周りがちょっと固めで、うわー、最高。うまっ、食べた？何？びっくりした。え、香った、香りちょい、バターの匂いがすごい。いただきます。いただきます。いただきます。うわ、おいしい。なんか夏子さんとキッドさんが、はい、あの2回、このゆいはんに来てくださったんですけど、はい、お二人お元気ですか？超元気です。元気なんだ。だけど、だけど、あの、だいぶ多分変わって、いつでしたっけ？ね、変わったとは聞いてます。はい、坊主になって、やばい。え、夏子さん、めちゃくちゃかっこいいやん。もう
ちょっとアジャさんの感じ。そう、うん、ちょっと近いかもしれないです。すごっ。しかも試合でとかなくて自らやってきて、プライベートで言い方変でしょ。ここからはボックスに入ったお題を引いてトークをしていきます。中にはゲスト3人が考えてきたトークテーマも。はい、自分のでした。験担ぎでやってることはありますか。いいですね。お守りとか、あの数珠とか、そういうのすごい好きなんですよ。なんかそういったなんかこれを必ず持ってるとか、必ずやってるみたいなステージとか、バラエティとか、こういろんなことの前にやってることを聞きたいなと。私はしーちゃん、あの内村プロデュースっていう昔やってた、ノープランっていう人たちの曲、前略露天風呂の上よりっていう曲があるんですけど、その曲を聴いて、レッドブル一缶を3口で飲む。これ決まってんの。もうバラエティ番組の収録の前、なんかもう決めたいみたいな、こう絶対失敗して落ち込みたくないみたいな時は、やってるんだ。絶対やってる。じゃあ今日ももちろん今日の時代カフェラテ飲んできた。私はそのリングと友達になるっていうのをすごい大事にしてて、あの会場入りしてすぐコスチューム着替えてリングの上でゴロゴロしたいんですよ。ゴロゴロするとなんかリングと自分が同じこうなんか溶け合う感じがして、なんかリングが味方して。ちょっと待って、笑ってよかったんですね。なんかプロフェッショナルの話だから分かんなくて一旦真面目に聞いてたけど、よかった、笑っていいんだ。なっちゃんだとするでしょ、リングでゴロゴロ。ストレッチはするよ、ストレッチはするけど、なんか友達みたいな感じで思いながらゴロゴロはもうなかった。ゴロゴロするとでも勝てるんですよ。本当にないかも。なんかこれをしないといけないとかないし、なんかおまじないみたいなのもないんですか。おまじない？なんか私はあのやればできる、タムならできる、必ずできるって唱えるとあのうまくいくって浜口京子さんに教わったからずっとやってるんですよ。笑うない。ギリ笑ってないよ。そういう話をしてるんだよね。そういう話をしろっていうコーナーだよね。ここからは料理を作りながらトーク。たった10分で完成、パーティーにぴったりのスピードメニュー、ビーフペッパーライス。お、とっておきの恋愛テクニックを教えてください。教えてください。タムタムからです。タムタムから。好きそう、そういう話。タムタム自身はあるんですか、テクニック。いっぱいあるんですけど、そうだな、あのやばいですよ、あのホワイトボード全部に書きますから、埋め尽くすぐらい、あのスターダムの恋愛マスターなので。そうなんだ、教えてほしいよ ね、それは、教えてください。でもしやってんのがあったら、あ、それやってますって言う。挙手制で。LINE で、ねえねって送る。ねえねえってこと。ねえねまでです。ねえねえだな。なんで、なんで、なんで、おいくつですか。私、1083歳です。そういう系ね。1083歳。あ、めっちゃ年上だ。ねえねえじゃなくて、ねえねなのは理由があるってことですか。ねえねって送って、その後返信が来てもちょっと置いとくんですよ。おお、駆け引いてる。そう。なんだろうって思わせといて、自分のことすごい考えさせて、しばらく放置して、その後返しても返さなくてもどっちでもよくて、この間の何って聞かれた時にちょっとしらばっくれるみたいな、何だったんだろうってずっと思わせちゃう。すごいテクニックしてる。時間っていうのをできるだけ作りたいみたいな、次会った時に言いたいことあるんだみたいなことを言うとか、好きって言われるからもって多分思うと思うでしょ。ちょっと相手があ、タムちゃん俺のこと好きってやってくるかなって思うと思うです。なんだその男、そこまで持って行って。頭悪いだろ。ひどい、私のテクニック披
広かになって、私皆さんのが知りたいです。え、しーちゃんある？え、私なんて池をせどんどんしーちゃんマジでそうだ。好き、もう好きって思った瞬間もう好きです。どうですか、どうですか、もう全部それ、かっこいい。ぽいさんは？いや、もうテクニックとか私考えたことなくて、あまりだから私も真っ向勝負タイプで、意外そうなんですよ。もう待ちしそう、気になったらなんかもうすぐ電話したくなっちゃったりとか、かわいい、なんかその気持ちになったし、そのこの感情をそのままぶつけちゃいます。天然あざといよね。あざといかな、天然あざといで、いつももう、あ、ほんと、ゆいちゃんなんて想像もつかないわ。私はでもテクニックとか本当になくって、なんか待ちすぎて気づいたら何年も経ってるとかありそうみたいな。友達のままいてるって、気づかれもしなくて気づいたら数年経ってるとかありそう。あんまり恋愛に重きを置いてないですね。あ、でもゆいちゃんは全然そうかもですね。すごいニンニクめっちゃ入れちゃったかも。大丈夫ですか、みなずい？大丈夫です。コーンを乗せます。美味しそう、いい匂い。はい、あ、じゃあ引いてもらう。すごい美味しそうな匂い。はい、タムちゃんが引いてください。エゴサーチとかする？あ、5秒ごとにするぐらいします。そう、3秒ごとにしますね。私リングネームハイスピードフェアリーって言うんですけど、エゴサのハイスピードって言われてます。もう絶対に夏っぽい、もうファンの人とかがもう投稿した2秒ぐらいでいいね来たりとかするから、めっちゃハイスピードだなって言われるぐらいします。ファンは嬉しいよね。いい意味でのエゴサーチだもんね。なんかそのどういうのを発見したくてやってるんですか？もう褒めてもらいたい。あ、前の英語があるね。でもたまに悪いのもいいねします。何のために？見てるよって。あ、いいね、いいね、いいね。タムさんもエゴサしますか？はい、あのめちゃくちゃ中野タムでもするし、中野タムさん、中野タムちゃん、中野タムが、中野タムを、中野タムが全部やります。全部見たいから全部でかける。あのタム中野でももちろんかけます。ファンは嬉しいよね。確かに。これでもう焼肉のタレをかけて黒胡椒で終わり。美味しそう。これをかけますね。はい、うまそう。絶対おいしい。うまそう。イエーイ、おいしそう。完成。どうでしょうか。おいしそう。めちゃくちゃおいしそう。いい匂いするね。いただきます。いただきます。いただきます。うん、めっちゃおいしいね。めっちゃおいしいです。めっちゃいい味の香りが、ちょうどいい、ちょうどいい、元気出る系。勝てそう。じゃあ、じゃあ引いてください。結婚相手に求める条件は何ですか？もうしーちゃんは結婚してるからね。条件ね。条件あった？いや、なんかね、なくなっちゃった。でもめっちゃ優しいよね。あ、めっちゃ優しい。どんな優しいがあるんですか？全部私第一みたいな感じ。一口目全部くれる。キャラメルポップコーンとかキャラメルついてるところを集めて私にくれる。かわいい。かわいい。どうですか、タムさん。タムより強い人。わお。なかなかそれは難しい。何があってもタムのこと守ってくれる人。どんな時でも練習相手になってくれる人がいいです。じゃあプロレスラーの方がいいんですか？プロレスラーじゃなくても全然、あのフィジカルが強ければ大丈夫です。この技良さそうみたいなのをハッと広めてするじゃん。わかる。今すぐ試して、試させてほしいってなるんですよ、夜とか一人でいると。それを今すぐ試させてくれる人がいいです。いいよ。今すぐ試したいってなった時に、一言目 LINE なんて送るの？ねえねえ。もし結婚相手決めるときにトーナメントしたいと思ってて、めっちゃいるんだ。候補の方が、ね、あの後楽園ホールとかでワンデートーナメントして、優勝した人と最終的に自分が戦って自分に勝ってもらって結婚したいなって。めっちゃ良くないそれ？ぽいちゃんは
あの私がエルボーしても倒れない人、うん、必須だよねそれはね。なんかここら辺だよね多分、うん、ここら辺のなんかもう行ってもなんかうぐらいで返してくれる、だいたい力強いからさ、普通のツッコミとかでさ、うん、相手がさドンってなっちゃうじゃん、わかるわかる、やだって言ったらなんかバーンみたいになっちゃう、うん、やだってその時傷つくじゃん、嫌だって押した時に後ろ受け身とった最高ですね、面白い、最高です、最高、なんかそう決めよう、なんかどれかボックスの意味ない、はい、いいやつ選ぶんですか、どれか選ぶシステム、どんな幼少期でしたか、全部ひらがな日だけ頑張ってるね、日だけ頑張って、うん、しーちゃんは、私はもう強かったね、なんか3歳くらいの時に悪いことして出て行きなさいって言われた時に泣くかと思ったらしいんですって、親が出て行けって3歳で言われて、うん、なんかちっちゃい自分のリュックにおむつ詰めて出てったの、強い、自我がすごすぎる、おむつはないとダメだもん、それ見て普通の子じゃないって思っちゃった、確かにおむつして自分で出てったの負けず嫌いでした、なんか家族で人生ゲームとかやるじゃないですか、でなんか勝負ごとそんな強くなくて負けると泣いて暴れて、家のものぶっ壊して自分の家が入ってもう一日出てこないみたいな、で暴れてるみたいな、ガシャガシャガシャみたいな、コップとかガシャみたいな、すごいちょっと全部生きてるじゃん、よかったですね、それこそ3歳の時に初めて事務所に入らせていただいたんですよ、子役さんだったんですね、はい、やらせていただいてての時のオーディションの話で、あのみんなもその時のオーディションはみんなでジャンプしてみようとか、あの手で叩いてとかをみんなでやるんですよ、でも一人ずっと座ってもうこうにらみつけてたらしくて、でなんでなっちゃんなんでやらないのみたいなオーディションの方が言うんですよ、そんなのできるからやらないすごいな、すごい大人っぽいですね、ひねくれ者なんて思います、で受かったらしいんですけど、その事務所はメンタル面をね、メンタル面見てくださってるから、何やってんだこいつらって思いながら見てたんだ同級生3歳以上、私は、うん、なんか肩がつくのがすごい嫌だったんですよ、肩まだ何も言ってない、まだ言ってない、肩っていうのは、うん、例えば靴とか履いててこうやって歩いたらここにシワ、うん、パンツのねとか、そっちの肩ね、なんか肩って呼んでたんですけど、そう肩がつくのが嫌すぎてもう3歩歩いたらもう座っちゃうとか、であと車でお出かけとかした時にこうやって寝てたら髪の毛の肩がつくじゃないですか、それにもうやん泣きみたいな、肩がつくことが本当に嫌だこっちの肩かと思った、違う違う、こっちかと思いましたね、肩がつく言ってたらしい不安だっただろうな親も今肩とか全く気にならないよかったです、何だったんだろうね、はい、そうですね、そんな感じでした、でももう私も、うん、そろそろ話も盛り上がって、うん、甘いものも食べて眠たくなってきたんですけど、あ挙手制、はい、あ眠くなった眠たいですじゃあ行きますか、ベッドのところいいの、うん、そんな行きたい、ね、もうみんな眠かったみたいじゃあ寝に行こっか、いいんですか、ちょっとこっちに来てください、あ寝る場所あるんだ、寝る場所に行こう、やったー、食べて喋って寝よう、寝よう、こっちです、いいベッドはこちらですよ、いやいいベッドかもしれませんけど、はい、眠いって言ってからすごい外移動させられて20分くらい移動してきたんですけど、そうですね、でも本当にどうしてもいいベッドをやっぱ本格的に紹介したくて、テンピュールは NASA の技術から生まれた唯一のマットレスブランドということで、体圧分散性、衝撃吸収性から生まれる最高の寝心地で、なんと無重力睡眠が味わえます、無重力、はい、いいじゃないですか、宇宙規模じゃないですか、そうですよ、ママにぴったりということで、眠りはここまで進化していた？最新の快眠グッズをご紹介。こちらのマットレスなんですけど、テンピュールプロリュックスと言いまして、ちょっと早速私、おいいですか、私が眠いって申告したの先にベッドに。あ、寝ちゃうわ。早っ。いや、これすごい！ NASA の技術が生んだ
体の形状、重さ、温度に反応することで、最適なクッション性と快適なサポートするテンピュール素材を使用し、寝姿勢にぴったり沿うことで一点に集中しがちな体圧を分散させる。確かに、いや分散感すごいあるね、うんうん、なんか結構包み込まれてるような感じ。フィットしてる、フィットしてるね、うん、寝返りもそうすごいエレガントな寝返り打つですね。私結構こうやって寝るから。あ、そうだね、ゆいちゃん手上げてるもんね。そう、あいいねこれ。あ、本当だ、これすごくない？うん、なんか本当に全体のそれぞれの部分を違う圧でなんか、うん、支えられて平等になってるような。これちょっと寝返りはしーちゃん嘘でしょ私こんな感じで打ってますけど打ちやすいですね、寝返りも、うん、そう。じゃあ一緒に行く？一緒に行く、うん、一緒にどうぞ。二人でいいの？いた時にね、うん、どうぞあ、始まる試合わー、すごいすごい。いつも体を打ちつけてる場所とは全く違うんじゃない柔らかめっちゃすごい、ゼログラビティ。じゃあそのままちょっと寝といていただいていいですか？あら、なんかあんの仕掛けが。お、すごーい、すごいすごい、自動なんだこれ。これ今ボタンを押してやってます。すごい、もうマットレスごと上がって。そう、待って最高。そう、こちらが電動リクライニングベッドのエルゴスマート。何でも様々な最新機能を搭載しているそうで、AI が搭載されてて、いびきを感知したらベッドの頭部が自動で上昇するんです。こんなことできるの？すごい。呼吸が、いびきってこうちょっと詰まって苦しい感じがあるけど、それが苦しくない位置に、うん、その感知したレベルで合わせてくれるってこと？うんうん、そう。毎日の睡眠をデータ分析して評価してくれる、うん、アプリでできるみたいなんですけど、はいはい、そういうこともやってくれるし、うん、うわー、気持ちいい。なにこれ、すごい、すごい、足さ、上げたい時あるじゃん。え、めっちゃ気持ちいいです。これだと試合後の回復もすごい早そう、うん、腰いいね。腰がめっちゃ楽です。めっちゃ楽。やっぱアスリートだから、ね、睡眠ってめちゃくちゃ大事じゃないですか。いや、そうですよね。睡眠時間って絶対あるもんね、誰にも、うんうん、睡眠時間絶対ある全く寝ない人はいないじゃないですか睡眠時間、まあ、1日誰にもある、人生のね、短かれ長かれ誰にでもあると思うので。いよいよ今日のメインイベント、無重力睡眠を体験。いきます、はい、0G。 お、あ、動いてる。そう、肩から見たらこんな感じなんだね。足も上がってる。上がってる、かわいい。上がってるよ、上がってますよ。ゼロG 完成です。ゼロG 完成。あの呼吸がめっちゃしやすいね。確かに。お母さんのお腹の中ってこういう感じだったんですかね。わかんないマットレスももちろんなんだけどさ、うん、私本当に枕がさ合うのに出会ったことないのよ、うん、普通の、 あのソファーとかのクッションで寝てるわけ。クッションで。実は3人とも枕難民。そこでそれぞれの寝姿勢や悩みに合わせた枕を教えてもらうことに。まずはどの寝姿勢にも対応している枕がこちら。この枕は体にかかる圧力を 20% 低減し、頭から首筋、肩にかけてのフィット感が向上してるらしくて、うつ伏せでも仰向けでも横向きでも全ての寝姿勢に対応してる。あ、でも本当横に行くときにこのよいしょっていう感じがない。あ、全部自分についてきてくれるんだ。そうそうそう、なんか顔が一枚一枚ふわ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 ってくっついてくるこういう風にね、うん、気持ちいい、めちゃくちゃ。へ、そしてストレートネックで悩む夏ぽいさんにはこちら。うわー、あー、すごい、うわー、フィットしてる。いや、なんかもう受け身取ってるめっちゃいいですねしっかりこう反ってる、うんうん、これやばいです。やばいですか？結構マジで買っていいですかこれ本当に、これ本当にちょっと今日買っちゃうかもしれないタムさんはどんな寝方ですか？半うつ伏せ。難しい。そこまで寄り添ってくれる？え、あんうつ伏せは？うつ伏せあります？あんうつ伏せは？え、うれない。え、何？すごい。
ありがとうございます。え、どういうこと？抱っこして。わ、最高や。そう、私はぬいぐるみ抱っこしないと寝れないんですよ。本当に可愛い。ぬいぐるみ抱っこして寝てるの。こういうことですか？こういうことか。うわ、めっちゃいい。最高です。わー、下に入れれるんですね。わ、この足めっちゃわかるわ。めっちゃわかる。この足めっちゃわかる。すごい。いつもは枕を抱っこしてるんですか？いつもは枕にこうやってここにぬいぐるみ挟んでここにもぬいぐるみ抱いて寝てるみたいな。それが1個でいいってことですか？これ1個で、すごい。あ、かわいい。すごいすごいわ。じゃあゆうちゃん、せっかくならその心地いい寝顔をカメラにでも。え、かわいい寝顔ってなんだ、はい。これなんか赤ちゃんが寝てる。なんだ、何？合ってる？合ってる合ってる。赤ちゃんが寝るような BGM つけてくれてるんです。あ、そういうことか。テンテンテン、オルゴールね。はい、ついてますついてます。はい、そこまで。これ以上はちょっと有料なんでお願いします。ありがとうございます。ということで、はい、今回の遺言はそろそろお開き。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。また見てね。怖い、怖いよ。どうぞ私の寝顔。